来たる2月9日に開幕する2018年ピョンチャン冬季五輪に歴代最多の92学に2925人の選手が参加する。組織委員会は29日、この日午前6時に参加申請を締め切った結果、合計92学に2925人の選手が登録を終えた。 参加国家と選手規模で冬季五輪の歴史上最も大きい規模と明らかにした。組織によると、去る22日、雪上種目を最後に全種目の出場権が確定し、米国とカナダ、ノルウェーなど主参加国を筆頭に各国代表団が参加選手団名簿を確定している。 米国は五輪史上一重一国下では最も多いに140人の選手を登録し、カナダとノルウェーはそれぞれに126人、111人の選手名簿を確定した。開催国の韓国は144人、北朝鮮は20人の選手が参加する予定だ。